藤井はじむきたるは、秋田県仙北郡三里町出身のプロ野球選手。宇と右内ち。広島東洋カープ所属。三里町立仙南東小学校に年次に野球を、はじめ、6年生から投手三里町立三里中学校では、南式野球部に所属。大曲工業高校では1年秋からベンチ入り、2年夏に、 第98回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦、花咲徳坂江高校戦に先発も8回後失点、チームも1対6で敗れた。3年夏に迎えた第99回全国高等学校野球選手権大会、秋田大会では3回戦の対局農業高校戦でノーヒットノーランを達成。しかし、 準決勝で、名桜高校に敗れ甲子園を逃す。2017年の NPB ドラフト会議にて、広島東洋カープから育成2巡目で指名を受け、支度金300万円、年俸240万円で合意して入団した。背番号は121。2020年は、ウエスタンリーグで15試合に登板して、防御率0.87だった。 同年9月26日に支配下登録された。背番号は58。名前である、はじむきたるは、父の21世紀に向かっていってほしいという願いから、新しい時代を表す、黎名の、はじむと未来の、きたるをとって名付けられた。直球は最速145キロで、目標としている同士は、広島 OB でもある、前田健太。ありがとうございます。